はい、マガンダウマガマリアンタカウェルカムトゥマリアンタカハッピーライフ。はい、今日は日曜日、5月9日です。また6連勤の仕事が始まりました。今日から6日間仕事です。はい、ちなみに今日のブログは、前に、フィリピンパブ城には慎重にのブログの時にもお伝えしましたが、それに関連する大事な大事な、ブログになります。実はもう4年経つかな。私仕事の同僚を、フィリピンパブ城にのめり込んだ男性、私の仕事の同僚、挙句の果てには最終的に彼は命を絶ってしまいました。すごい悲しい出来事でした。なんでそうなっちゃったのか。でそうなる過程には、私のフィリピーナさんに対する考え方や私のフィリピーナさんとのお付き合いを見て彼がいろいろ心が動いて、最終的には、絶望の淵に立たされ、命を絶ってしまったっていう悲しい過去があります。なので皆様にも注意喚起じゃないですけども、のめり込みすぎちゃうとそういうことになってしまうので、できれば、きちっと相手のことを把握できてから本気になりましょうねっていうことのブログになります。ブログ立ち上げようか悩みましたけども、これはもう皆様のためにも、ぜひお伝えしておいた方がいいなと思いまして、ブログ今回、立ち上げることにします。賛否両論あると思いますが、聞いてみてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日はマリちゃんを高柳ステーションまで送って、私はセンターに行きます。ではセンターに向けて走ってますけども、レッツゴー。はい、ただいま。バハイ帰ってきました。19時50分ですね。今日は忙しかったですね。なんかゴールデンウィークの最後じゃないけど、なんか買い物いっぱいした人がいたみたいで、配達が多かったんですよ今日。今日は忙しかったです、で今日から6連勤です、で6連勤した後1日しか休みがない。はぁ、疲れます。貧乏暇なしでございます。はい、今日のブログですけども、これね、本当はねアップしようかしないか、すごい迷いました。悲しい話なんで、ただね、まあこれで同じようなことが他でも起きるっていうことはちょっともう私は嫌なので、思いとどまってもらえるかなっていう意味でちょっとこのブログを、ね、泣いてるの？始めますね。はい、泣いてるの？ね、まずタイトルは好きなフィリピーナさんにのめり込んだ末、最悪の結末を自分で選んでしまった、会社の同僚の話です。彼は30代後半ぐらいの年だったんですけども、はい、フィリピーナさん、まあフィリピーナさんに限らず女性を好きになるってことはいいことなのかもしれないんですけども、ちょっと誤った方向に進むと、ちょっと痛い目にあってそれで終わればいいんですけど、厳しいことになってしまったんですね。はい、でじゃあどういう内容かというと、私が2人目の、フィリピン人のフィリピーナの、アサワと嫁さんになる人と、交際が始まったばかりで、まだ私が騙されてるっていうことをわからないで毎日がウキウキだった時、毎日、LINE で電話が来て愛してる愛してるって言われて、まだウキウキだった時、お金ちょうだいって言われてなかった時の話なんですよ。
もう一応4年前の話なんで、まあもう時効かなってことでお話しします。はい。今日の主人公は S 君っていうふうにします。で、 S 君は当時私がその2番目のフィリピン人の嫁さんになる人と交際が始まった頃に、自分は S 君はね、中国の方と、結婚されてたんですよ。で、ただまあいろいろ不仲っていうことは聞いてて、でもう離婚の話を進めてるような状況でしたね。で、結論的にはまあこの事件が起きるまでのまでに確か離婚を済ませたと思うんですけども、まあ彼が家に帰った時に2人のベッドに、違う男がまあいて、夜をたしなんでたと。自分の奥さんが違う男と自分たちのベッドでたしなんでたということがあって、まあ、浮気をされたということですね。もう中国人は信じられないっつって、まあ、彼は新しい彼女を探してたわけですよ。で、まあ、そんな中で彼女に、新しい彼女を、彼に S さんに新しい、彼女ができました。それが、確かね、浅草だったか上野だったか、上野だったと思うんですけども、のフィリピンパブで働いているナンバーワンの女の子、今度はフィリピン人、中国人じゃなくてなったんですよ。で、私にはね、タカちゃん、タカくん、いやフィリピン人はいいね、中国人と違うね、なんかもう毎日が楽しくて楽しくてしょうがないよっていうようなコメントを彼がしてきて、でしょだよねって僕も騙されてたんですよ、その時。だけどでしょね、楽しいよね、やっぱりフィリピン人の彼女できると毎日が楽しいよねっていうような話をする日々が何日か続いてたんですね。で、ただね、周りのみんながちょっとおかしく思い出したのが、そのお店ね、彼女のお店に毎日彼が通うようになったんですよ。しかもオープンラストっていう噂もちょっとあって、お金大丈夫なのとかってみんな心配してたんですよね。心配してました。で、実はね、彼女の援助するためとか、彼女をお店でナンバーワンにするために彼は毎日オープンラストで通ってお金をバンバカバンバカ使ってたわけなんですけども、実はね、そのお金ってあまりよろしくないお金だったんですよね。はい。で、まあそんなね、彼女と S 君の付き合いが半年ぐらい続いて、で、なんか二人はもう結婚するんだっていうような話にまでなったっていうことを僕は耳にしてたんですけども、まあ彼がどうしても彼女の、実家、お父さんお母さんに挨拶にしたいということで、なぜかね、一人でね、フィリピンに旅立っちゃったんですよ。1週間ぐらいの予定で。で、まあ向こうに行ってお父さんとお母さんに挨拶して、で、結婚したいってことを伝えて、彼女の、まあ、向こうの状況を見ていきたい。ただ彼女は行かなかったんですね。はい。で、そこで事件がまず一つ起きるんですよ。で、彼が、フィリピンについて彼女の、実家に行ったんですけども、彼は S 君はそこでまず一つの大打撃を受けるんですね。はい。実はね、彼女ね、嘘ついてたんですよ。旦那さん、子供、家族がいたんです、フィリピンに。だけど、うん、S 君に、毎日お店に来てもらいたいから、私は独身であなたと結婚したいっていうふうに嘘をついてて、で、彼もそれを本気にしちゃってたんですね。だから、まあ、ここまではよくある話なんですけれども、もう相当な額の、お金をなんか貢いでたらしくて、数千万円ですね。大きいね。大きいお金を貢いでて。で、実は、その彼が、フィリピンに行ってると同時に、実はね、その S 君の不正が社内で発覚しちゃったんですよ。で、まあ、会社の経営陣が、もう警察に、届けを出した。で、まあ、彼から連絡を直接受けてた同僚が大変なことになってるよ、会社のお金猫ばばしちゃってたでしょ、
うん、バレちゃってなんか警察の方に訴えを出すっていうことになってるよっていうことを伝えた同僚がいて、で本人も結局まあその貢いだお金の、うん、主の彼女が、フィリピーナさんが嘘をついてて、旦那さんも家族もいたっていうことも向こうでもう分かって落ち込んでるところで、でその人のために悪いことをして作ったお金がバレてしまって警察に届けを出されたっていう話になったんですね。でうわ大変だっつっても社内でもあのみんなでどうするんだろうね、大丈夫かなとかってもう警察免れられないねとかって言ってたんだけど、でなおさらね好きだった人もにも裏切られててねやばいねって思ってたんですけど、あのそれがね確かね夏休みかなんかだったんですよね、お盆休みかな、うん、で、彼が戻ってきて出社する日の朝どうすんだろうってみんなはまあちょっとね心配してたんですけども、出社しなかったんですよ。で日本に帰ってきてるのかもわからない、どうなっちゃってるんだろうでみんなで心配してたら、警察から会社に連絡があって、会社の近くの、9階建てのビルから、S 君が身を投げて命を自ら絶ってしまったっていう連絡が、会社にも入りまして、うん、結局彼女に騙されたショックと、それと彼女のために作った悪いお金ですけどもね、うん、もうバレてしまって、もう結局彼はもう頼る人もなく、うん、一人で悩んだんだと思うんですよね。まあ僕も結構痛い思いしてたから一言相談してくれればよかったのにな最後になとは思ったんですけども、まあちょっと最悪の結末、騙されて、その人を助けるために猫ばばしたお金もバレてしまって警察に訴えられて逃げ場がなくなって最後は、自分で自ら命を絶ってしまった、うん、もうねちょっとその当時のことを思うと僕も本当に心がものすごく痛くてね、ねその後ですよね、僕もねすぐね騙されてたってことが分かってね僕も落ち込むんだけど、うん、まあ僕の方はまあただ単に騙されててお金をちょっと取られたっていうレベルだったんで、まあだからっつってそのお金ね僕は借金して作ったお金だったんだけど、彼の場合は泥棒しちゃったお金だったんですね。だからもう彼女にも捨てられて、で、その後モンキーハウスに入らなきゃいけなくなるっていう、もう将来を考えたらもう多分いても立ってもいられなくなったんだと思います。はい、ねえちょっと悲しい話だけど、まあそういうこともあるので、好きになるのはそれは自由だし恋愛はね、だけどあまりちょっとのめり込みすぎちゃって、悪いことしてまで彼女を助けようとして尽くしちゃって、で最終的には彼女に裏切られてたっていう結論になっちゃうんですけども、まあね結局彼のお葬式の連絡をその彼女にしたんですけども来なかったですね、彼女はお葬式にね来ませんでした。そういうクソフィリピン人の女もいるわけですよ、うん、いくらねちょっと自分の生活のためだったって自分の彼氏、まあ彼氏だと思ってる S 君を騙してね、そんなサラリーマンなんだからそんなお金あるわけないじゃないですか、うん、それをやっぱりね彼を追い込むような結論の結末に持ってって、最終的にはお通夜お葬式にも来ない、まあ冷たい人だったんですけども、まあねこれを見てる皆さんが、まあフィリピン人フィリピーナさんと恋愛とか結婚してる人もいっぱいいると思うんですけども、まあくれぐれも のめり込まない、まあ本当にね騙されてるかどうか、やっぱりチェックしてから、だとしても自分のできる範囲で助ける、うん、自分のできる範囲内で助ける、うん、
悪いことして作ったお金っていうのはあぶく銭だからね、うん、いつかはちょっとえらい目に遭うわけですよ。まあ僕も借金して騙されてお金貢いだけど、うん、痛い目に遭いましたからね、うん、ただそれよりもちょっと悪い方法でお金を作ってしまったっていうのもちょっとあって、うん、だからもうね、僕はね、彼がいやもう中国人に騙されたけどフィリピン人とね付き合ってると毎日が楽しくて楽しくてしょうがないよって言ってた一言がねもう頭から抜けないですわ。はい、ねマリちゃん、うん、まあ実際この話を今全部話したのマリちゃん初めてだけど詳しく、うん、悲しいでしょ。まあ悲しいわね。まあね、あのこれを見てる人は、うん、そこまでならないようにしてください。それからもし、なんか、まずい道に引きずり込まれている場合は思いとどまってくださいね。私何も助けることはできないかもしれないですけども、アドバイスぐらいはできます。私もいっぱい失敗してますし、いっぱい騙されてますんで、はい、だからね、こういうこともある、あった、うん、あ、皆さんね、気をつけてください。のめり込まないでください。のめり込む前にチェックしてください。僕からは今日のブログは以上になります。マリちゃん、何かコメントある？ないよ。何もない。うん、まあそういうこともあります。はい、これを参考にしていただいて、フィリピンライフ、楽しんでください。大いに楽しんでください。本物の愛を探してください。はい、僕からは以上です。今日のブログは以上になります。もうこういう悲しいブログはね、もう多分ここまで悲しいブログはないですけども、以上になります。まあちょっとためになったとか、今後の行動をちょっと考えなきゃいけないなとか、うん、今の彼女ちょっと心配だなって、うん、悩んでる方とかねいると思うんですけども、ためになったって思う方はグッドボタンと、チャンネル登録、まあこういう皆さんを応援するような、話もしますんで、あとは2人の楽しいねハッピーライフ、うん、これからもやっていきますんで、ぜひ今後ともマリアンドタカハッピーライフよろしくお願いいたします。今日は最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、じゃあ今日も最後なんでバイバイポー。皆さん幸せになってね。はい。